アベノミクス以来だんだんと景気が良くなってきたかなっていうところではありますけれども、来年は消費増税を控えています。これまで前例があるように増税してしまったら景気の腰を折るっていうのは、まあ、目に見えていますよね。日本ってさ、取ることばっかり考えてるからダメだと思うんですよ。まあそれ取るのも確かに必要かもしれないけど、今それをやるのが果たして国民の幸福につながるのか。そして増税にかこつけて煩雑な作業を企業に求めています。でこういうので苦労するのはやっぱ国民ですよね。例えば軽減税率に関係してこんな面倒くさい感じになっていくとか、国税庁は軽減税率制度に関する Q&A 集を近く改定し線引きを明確化する。軽減税率制度は 10% へ消費税率を引き上げた後も飲食料品や新聞などの税率を 8% に据え置く措置。飲食料品は買って持ち帰れば 8% の軽減税率が適用される。小売店内にあるテーブルや椅子など飲食設備で食べる目的で飲食料品を買えば制度は適用されず税率は 10% となる。適用税率は持ち帰るか店内で飲食するかといった客の意思表示で決まる仕組みだ。今イートインって結構コンビニにありますよね。その流れに逆行するかのような、バカじゃないの。これってさ、平たく言うと持ち帰りますって言ったら 8% で、食べてきますって言ったら同じ商品でも 10% っていうことでしょ。めんどくせえな。そしてこんなクソめんどくさいシステムのためにシステムとかいろいろ変えなきゃダメじゃないですか。財務省って本当国民のこと考えてるんですかね。控えめに言っても市で始まる2文字の言葉言ってやりたくなりますよ。他にも報道ありましたけど、景気の腰折れを防ぐために、中小企業でキャッシュレスシステムを、導入したら客に、まあ、それで使ってもらったら 2% ポイント還元するとかね。なんか方向性おかしくないですか。これも結局さ、その小売店とかがもう無駄な作業増えるわけですよ。全てが何かおかしい。本当にこれ頭いい人たちが考えてるんですかね。どうせね 10% にしたところで財務省はまだ足りねえとか言ってこう上げろって要求してくるんですよ。これ根本的にその医療とかさ、社会保障の方をなんとかちょっとこう整理していかないとどうにもならないと思いますけどね。でもそんなことは政治家も尻込みしちゃうから言えない。ダメだよ。長らく続いた日本のデフレ、まあこういう状況ですからなかなか消費の方に国民のマインドが向かいませんよ。ここで一つ紹介したいのが、僕も連載中月刊ウィルの今月号です。すっかり宣伝が遅くなってしまいましたが、ぜひお買い求めください。この中にですね、藤井元気さんと江崎道夫さんの対談が掲載されているんですね。緊迫してきた米中関係なんかもこれ非常に勉強になりますよ。これね、ちょっと内容をシェアしておきたいんで一部引用します。中国に進出したアメリカ企業を本土に連れ戻すため、トランプはレーガン政権以来の大減税政策を打ちました。 35% だった法人税は 21% に下がった。これはタックスヘイブン並みの水準です。所得における控除額を増やして1世帯あたりの可処分所得を30万円近く増やしたり、アメリカ企業が海外に保有する資産に税金を課したり、あらゆる手を使ってアメリカ国内の雇用回復とアメリカ企業の中国進出阻止を進めています。3兆ドルほどあった海外資産の 10% がすでにアメリカに戻ってきた影響もあって、アメリカ景気は絶好調です。トランプの大統領就任時に1万6000ドルだったニューヨークのダウ平均は今や2万6000ドルになりました。ベンチャーや中小企業が多いナスダックも5000ポイントから8000ポイントに上昇している。大企業だけでなく中小企業も好調で、アメリカ経済全体の底上げに成功しています。こういったアメリカ経済の底上げをやったからこそ中国との貿易戦争に突入することができたと、まあそういうことですよ。ちなみに今アメリカの株の話が出てきましたけど、まあ、僕も数ヶ月前にですね、まあ、どことは言いませんが某密林の株他3社の株を買ったわけですよ。それでどうなったのか、数ヶ月後どうなったのかっていうとね、これ日本円で言うとねプラス20万円分ぐらいになっています。日本株でも10万円ぐらいプラスになってるんでね、まあ安倍トランプありがとうですよ。日本もやっぱこれじゃないですか。日本経済を盛り上げてそこで税収を上げていくと、小手先の軽減税率とかじゃなくてまずね 10% にしないっていうのが一番重要ですよ。日本ってさ、こう景気が上ってくるとおられるじゃないですか。こうアベノミクス始まってこう来たっていう時に 8% 増税ドーンってなって、でまた盛り返してきたかなっていう時にまた 10% で、まあ、このままいけばドーンってなるじゃないですか。なんか陰謀論言いたくなりますよね。